フィンランドのインモラ飛行場に到着し、挨拶を受けるアドルフ・ヒトラー。後方は、上記のホッケーウルフ・ FW200 シーコンドル。ヒトラーとマンネルヘームの会話録音は、ナチスドイツの総統アドルフ・ヒトラーが、フィンランド国防軍の最高司令官、カール・グスタフ・エミール・マンネルヘームと、第二次世界大戦の戦役の一つであった、継続戦争の最中に、 1942年6月4日にマンネルヘームの75歳の誕生日を祝うべく秘密裏の訪問を行った際に交わした私的な会話の録音である。フィンランドの放送局らの技術者ソウルダメンがヒトラーとマンネルヘームの私的会話の冒頭11分間を録音していた。ダメンは公式の誕生日向け演説とマンネルヘームの返答を録音する役割を担っていた。 しかしながら、画面は、ヒトラーが知らないままに、会話が公式から、私的なものに移行した後も録音を続けた。非公式な体裁で、ヒトラーが話す、唯一の世に知られた録音である。車両内で談話中の、左から、ヒトラー、フィンランド首相、ユッカランゲル、フィンランド大統領リストリュティ、マンネルヘーム。1941年6月、ナチスドイツは、 ソビエト連邦へ侵攻した。遠征の当初における、そして圧倒的な成功にもかかわらず、ソビエト軍は、ドイツ軍のモスクワ攻撃を撃退し、ドイツ軍の進撃を失速させた。ヒトラーは、各同盟国が巨大なソビエトの軍事機構を可能な、限り釘付けにさせることを求めていた。1942年、厳重に秘密が保たれた中で、公式には、 マンネルヘームの75歳の誕生日を祝うため、ヒトラーはフィンランドを訪問した。公式訪問のように移るとして、マンネルヘームは自身の司令部でヒトラーを迎えることを望まなかった。したがって、フィンランド南部のイマトラで会合が行われた。インモラ飛行場でヒトラーはリストリティ大統領やその他の政府、軍関係者の出迎えを受けて、 マンネルヘームの個人列車に伴われ、そこで誕生日の会食と会談の場が持たれた。公式の挨拶と演説が行われた後、ヒトラーとマンネルヘームは、他のドイツ・フィンランド交換らとと共に、葉巻と酒と食事をたしなむためマンネルヘームの個人用車両に入った。この車両には、大型の目につくマイクロフォンが、フィンランド人の音響技術者、ソウルダメンによって設置されていた。 マイクロフォンがヒトラーとマンネルヘームの個人的会話の冒頭11分間を録音した。録音テープにおいてヒトラーはバルバロッサ作戦の不守備、アフリカにおけるイタリアの敗北、ユーゴスラビア、アルバニア、数千両の戦車を製造するソビエト連邦の能力に対する彼の驚き、ルーマニアの予言に関する彼の戦略上の懸念を語っている。画面は ヒトラーの公式の演説、そしてマンネルヘームへの誕生日の挨拶を録音する、にも受けていた。公式演説の後もマイクロフォンが録音を続けている、ことにヒトラーは気づかなかったが、画面は、今や私的なものとなっていた、会話の録音を続行した。11分が過ぎて、ヒトラーの親衛隊のコエーレンが画面の行動に、気づいた。彼らは喉を切る仕草をして見せて、録音を止めるよう要求した。 親衛隊の護衛はテープを破棄するように要求したが、ラは封印した容器の中でテープを決して再び開封しないとの約束の下で保存することを認められた。テープは国の検閲部門のチョークスタービルクナに渡され、1957年にラへ戻り、数年後に公に利用可能とされた。非公式の体載でヒトラーが会話する唯一の知られた録音であり、 彼が声を高めずに語る様子が耳にされる極めて少数の録音の一つである。テープが公にされるとヒトラーの小上げが入話に過ぎるので偽物であると考えた者たちもいた。この祭事の日に撮影された写真ではヒトラーがアルコール飲料を摂取しており滅多に飲酒しなかった彼の声にそれが影響を及ぼしたこともあり得る。録音を聞いた後で ヒトラーの以前の護衛役であり無線担当であった、ローフスミシュは述べた。彼は普通に話していますが、小姉に疑問を感じます。抑揚が今一つあっていません。箇所によってはわかりますが、箇所によってはそうではありません。誰かがヒトラーを真似ているものという感じを覚えます。本当のところ、誰かが彼のことを真似ているように聞こえます。 ローフスミシュドイツ連邦刑事長は後にテープを調査し、音響分析部門の長主テファングフローラーは、ヒトラーの声であることは、我々には明白ですと言明した。会合が行われた車両。会食の場が持たれた特別車両の室内。会合が行われたマンネルヘームの特別車両の別の一両が、サスタマラのフィンランド国道12号沿いのシェル給油所に屋外展示されている。 1969年以来、一般に公開されている。録音が行われた、使用車両は、ミッケリに存在する。年に一度のみ、マンネルヘームの誕生日である6月4日に一般に、公開される。スイスの俳優ブルーノ・ガンツは、この録音を、2004年の映画、ヒトラー最後の12日間で、ヒトラー役を演ずる際に、話し方を下稽古するために用いた。 ありがとうございます。